皆さんこんにちは、かえでです。そして井戸木プロとウムゴルク2号です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は小野東洋ゴルフクラブに来ております。はい、今回ですねグリーン周りに来まして教えてもらいたいのはズバリアプローチなんですけれども。そうですね。はい、まあ、基本的なプロの打ち方どう打ってるのかっていうのと、はい、まあ、アマチュアにこういう打ち方がおすすめだよっていうのも教えていただきつつ、ウムゴルフ君2号がですね、はい、ちょっとアプローチが極度の病気を持ってるはい、なのでちょっと、まあ、ウムゴルフ君のそれも直してあげたいなっていう気持ちもありという感じでございます。おお、わかりました、はい、結構ね、うちの視聴者さんでゴルフ歴長い方も多くてですね、うん、もしかしたら同じような方もいるかなと思いますので、はい、そういった方に向けても、はい、はい、改めてもうなんか基本の形から教えていただけたらなと思います、はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず僕は落とし場所を決めますね。はい、これ何ヤードでしたかね。34とか5ですね。はい、34か5だから、これはまあグリーンもちょっと上ってますし、はい、ちょっと柔らかめの感じのグリーンなので、落とし場所30ヤードを打って35ヤード、はい、5ヤード転がします。あ、はいはい、イメージね、はい、だから落とし場所を先決めて、はい、打ってみます、はい、30ヤードキャリー、5ヤードラン。おお、おお、うん、まあこんな感じですね、はいはい、少しちょっと打ち込んでいきましたけども、はい、うん、なんか構えとかをポイントがあったりしますか。構えのポイントは、はい、僕はまあちょっと左足上がりですけども、はい、この僕はどっちかというとアプローチになると、はい、左足6右足4の体重配分で左足体重構えます。はい、そうすることによって少しはちょっとこうダウンブローでターフ今みたいにちょっと取れてきますけども、うん、その方が安全かなっていうふうには僕は思うんです。こう一番大事なのはこう持ち上げてはダメですね。うん、テイクバックでもこの6対4は変えない。6対4のままそのままですね、体重移動しないです。はい、右に乗らず、はいはいはい、まだ逆に、はい、まだ逆にフォロースルーは8-2ぐらいで左へ乗っていくぐらいの感じ。さらに左に乗っていく、さらに乗っていきますね。残るのは絶対ダメってことですね。右に残るのは絶対ダメです、はい、64からさらに64から、おお、いいじゃないですか。さらに乗っていくってのが、さらに乗っていった方が安全、ミスが大きなミスが少ないと思いますね。よく、うわ、よくアプローチで言うとオープンスタンスとかって言うじゃないですか。あまりオープンにしない方がいいしな、オープンにすると、しすぎるとやっぱり目標が右にあるので、はい、どうしてもインサイドアウトになってますね。そう、だから普通に打つと多分左引っかかると思います。あ、左へ飛ぶと思うんです。だから左へ飛ぶのを嫌がって、はいはい、右へ飛ばしたい、右へ飛ばしたいという、はい、こういう軌道になってミスする人が多いですね。僕ですね、うん、だから今もうね、レギュラーとか試合見てても、はい、オープンに構えて打ってる人なんてほとんど少ないですね。ほとんどいないですか、ね、うん、だから逆に言うと、はい、オールスケアに構えて、はい、体の回転でこう打つ感じが多いですけどね。井戸木プロ的には今手の動きってのはあんまり何もしてない感じですか。いや、やりますよ。あ、やりますか。やります。僕はあんまりこう体のアプローチ、このぐらいのアプローチであんまり体の回転はあんまり考えないんですけど。そうなんです、うん、手の方が多い感じですか。手の方が多いですね、手でクラブを上げて下げる。あ、上げて下げる、上げて下げる。ああ、上げて上げたらダメです。上げて上げてで下げて上げてもダメですね。うん、だから逆に言うとフォロースルーは上げる、フォロースルーは絶対したらダメですね。じゃあ、まあフォローのことはプロ的には意識してない感じ。逆に低く小さく、低く小さく、うん、行きたいですね、うん、今行きたいです、今できたいです。イメージできましたか。今できるかもしれないです。で、さらに左、うん、あ、ちょっとできるかもしれないです。あ、どうしてもやっぱりこうやって構え、それは見ててうまそうにも見えないじゃあスクエア
あ、うん、今のは手前？手前、ダフりましたね。これですね、うん、よくやるのは本当にこれですね。もう一度、もう一度。ちょっともう一球じゃん。スクエア。そう、もうちょっと右置いてあげて。右向いて。はいはい。うん、おお、うん、おお、これうまい。おお、今のはちょっと思い切って、やっぱりちょっと右が足りなかった。右足らんですね。左ですからやっぱりどうしても届いてないです、はい、ボールのとこまで。僕は左体重にしといてこっちにあったんで届かないでこうダフっちゃって。そうですね、はい、なるほど、うん、今は左体重にしたことで解決したってことですか？いや、ボールの位置ですね。あ、ボールの位置、はい、ちょっと左にあったんで、うん、左にあるボールを叩きに、はい、うん、だからここへ、だから最初からここに置いていたらここへ入ってくるんですけど、はいはい、うん、で左でさらに左にする、うん、おー、 OK、 うん、おー、 OK、 あ、柔らかく出ました、うん、ね、今の感じだといいと思いますけどね、はいはい、うん、あれで左飛んでたらもっと右向いたらいいです、はい、あ、なるほど。まだちょっと左向き加減かもわかんないですけど、あの、僕が今やってることって上げて下ろすだけしかやってないですね。あので、いいと思います。いいですか？今のでフォローは出てますよ。あ、出てるんですか？出てます、うんうん、なるほど。今までなんかもしかしたらフォローを出そうというね、多分そういうしてたのかもしれない、うん、そんな感じで、うん、今の普通に出てます、出てます。そうなんですね。しかも結構ドンって打ってるように見えるんですけど、ちょっとドンですけどね、ちょっとドンですけど、ミスするよりは、はい、とりあえず今の感じをね覚えていかないと、はい、もう一度構えて、あのドンのイメージ持つとボールがすごく強くなって、うん、怖いイメージだったんですけど、うん、やらかくより怖いのも怖いですけど、柔らかく打ちたければ、はい、もう一度最初の構えして、あ、最初も、うん、そうそうそう、開いて、あ、開く、うん、体の回転で、はい、うん、打ち込んでいかないで、はい、横のか体の回転でね、さあ、そう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 、あ、急に回転が、うん、これ体重はそのままそのままでいいですか、うん、あ、これやっぱりそっちは難しいね。うん、そっちの時にやっぱり、はい、手で押さえに行ってますからね、はい、横のこっちのこういうイメージで打ててないですからね、やっぱ手首を使いますもんね。もっと右向いて、あ、右向いて、はい、うん、こうね、はい、こっから、あ、こんなに回す、うん、あ、そう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 、そっちへ、そっちへ、そう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 、こんな回すんですね。イドキプロは2種類アプローチは使ってるってことですか？まあ5種類ぐらいは使います。そうですね、もっともっとあった。今の多分僕はこうやってましたね。それはダメです。そうですよね。それが一番ダメです。そう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 。あ、うん、思った以上に左です。左ですね。はい、うん、うん、おお、そうそうそう、うまい。思った以上に左向きました、うん、左向いたとか左振り抜きました。左振り抜いてもまだ右飛んでるでしょ。確かに、うん、もうちょっと左抜いてもいい。今のでも入り方はいいですよね。いいですか。なんで引っかかんないんですか。フェース開いてますもん。あ、こう帰ってキュッて帰ってないから。いやいや、開けて構えてるから。へー、うん、思った以上に開いてます。すごい、柔らかかった。で、右向いて、うん、ちょっと手で押さえ、ね、押さえに行きましたね。やっぱりこの癖っていうのが、うん、やっぱり練習したら治ると思いますよ。す、僕は今一回は打ててるんですからね、はいはい、うん、抑え込んでる感じしますね、こういうことですか、うん、当てたいですね。当てたいです。スイングしないと。あ、なるほど。インパクト考えたらダメです。インパクトしか考えない。そう、今みたいにスイングしたらいいですよ。素振りはできるんですけどね。そうそう、それでいいですよ。そのぐらい軽い気持ちで、はい、軽い、そうそうそう、そんな軽い気持ちでボール当てもなかったも一緒。そう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 、わ、プロのアプローチだ、うん、あのボールのこと何の意識もしてなかった。今だからボール見て、ボール打ちたいから、やっぱりこう、そうですね、
手でグッとこう押さえに行くとか合わしに行くとか、はいはい、あのスイングしないとダメですね。今の本当に通すだけって思ってやりましたね。そうですね、はい、あ、これだからそんなに開かないで、はい、ボールの位置そのままでボールもうちょっと右向いてアドレス、はい、開かないで開かないで、でボールの位置そのままボールの位置そう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 、はい、右向いて右向いて、はい、そうそうそう、そのロフトで同じ感じで、こうかそう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 、はい、あ、なんかうまく打ったけど、うまく打ってない、打ってない、トップトップ押してる、押してる、どうですか、押してるし、ピンより右やからその格好でピンより左飛ばすぐらい、この…押してるっていうのはどこ押してるんですか。いやいや、もうだから向こうへ押してるんだ。あ、手が出てるんだ、こっち、はいはい、こっち、あ、この角度しないとダメっていうのがそっちってこと、だから割とちょっとさっきのアイアン の話に近いのかもしれないですね。まあアプローチも、はい、アプローチもドライバーもみんな一緒ですよね、うん、こういうことか。あ、なんかちょっと見えた、そうそうそう、そういう感じで、あ、なんか惜しいね、惜しいね、それで十分体は回ってますからね。あ、なるほど、あ、うん、今でも、まあ、イメージはこんなんやけど、はいはい、イメージはこうしてますけど、はい、打った時にはこうしてますよ。あ、そうなんですね、うん、だからそれだけやっぱり体がね使ってるんだ、うん、うん、なるほど、そうそう、そのぐらい、あのボールあってもなかったも一緒、素振り通り、そう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 、そう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 、今のは綺麗ですね、はい、うん、今のは本当に自分の中では ほぼ体を動かさない、動かしてないですね、はい、動いてますよ動いてだから意外と皆さんそうなのかもしれないですね、うん、アプローチが下手な人って、うん、おー、オッケー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 、それならね、飛び方も全部綺麗ですよね、はい、最初のドスンのやつも、はい、あれはちょっとライの悪い時とかには使えるわね、はい、ドスンのやつは、はい、うん、ライのいい時なんかは今の感じでいいと思いますけど、結構本当に何もしてない感じです、僕はもうこれだけの感じ、そうです、そうですね、うん、それでいいんだと思って、最後までこんな感じですね、はあ、そうです、最後まで自分の中ではもう、うん、こんな感じですね本当にでも動いてるんですね、はあ、うん、ちょっと後でこんな感じですね、最後で いい感じの、うん、じゃあ自分だから本当に結構あで最後ね、もう井戸木さんがダメだって言った動きをしっかりやってるってことですか、やってると思いますけどうん、最後の感じはどうですか、まあすごい、あの感覚がまた別物の感じは、はいはい、でもなんかバンスが使えてる感じはすごくしましたね、うん、別物の感じはすると思いますけど、はい、やる価値はあるかなというふうに今までの、うん、ね、あの自分では病気は言ってたけどもまあまだ薬効く薬ある、ね、あるということですね、ありました、効くかもわからないです、聞いてましたね、そして名言であのインパクトをするじゃなくてスイングをしてって言ってたじゃないですか、はい、結構やっぱりみんなコースで不安な時って当てたい当てたいに、うん、あとまあショットもそうですけどなっちゃいがちだと思うので、うん、もう最後までここまで行くんだとかここで止めるんだっていう、そうですね、うん、僕らでもアプローチやっぱりこう気持ち悪い時もいろいろあるんですけど、やっぱりアプローチでもポンと打って、うん、この格好でボール見ようっていうね、あ、ゴールを決めるんですね、うん、決めるんか、フィニッシュを決めるんです、アプローチでも、アプローチでもポッとフィニッシュ決めてこの格好でボール見ようと意識して、はい、その格好で打つと、それだけに集中すると、あ、やっぱここ点だけじゃなくて、うん、だから最後のここを、そう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 、今本当にここをなくしたら結構ちゃんと、なくした方がいいですね、そうです、ヘッドを立ってに本当にパンって通そうっていう、はいはい、ここまで振ろうみたいな感じの意識でした、はい、の方が、いいと思います、ね、もうやっぱりボールに合わしに行くといろんな動きが入ってくるんでね、うん、ポッとスイングした方がいいと思います、ね、常にあの耕してるだけでしたでも本当にコースで不安な時はこの言葉をちょっと思い出してやってみてください、うん、そうですね、はい、ということでありがとうございました、ありがとうございました、
今回のテーマなんですけれども、ズバリ飛距離ですね。はい、飛距離ってやっぱりみんなあればあるだけ欲しいと思うんですけれども、はい、井戸木プロってちなみに今おいくつですか？62です。62歳、はい、はい。で、飛距離ドライバーって今何ヤードくらいですか？150いけばいいとこかなっていう感じですけどね。はい、もう少し飛んでたんですけどね、48インチ規制、46インチ規制になってからちょっと距離がね、その2インチでね、ちょっと最近距離落ちてるんで、またその距離を取り戻すようにいろいろ今心がけてるところですね。じゃあ今から飛距離を落とさないというよりかはもっと伸ばしたい。まだ伸ばしたいですね。すごい、うん、これ本当皆さんの希望の光になると思いますし、うん、はい、M ゴルフ君もね、そうですね、はい、年齢を重ねるごとに、はい、年齢を重ねるごとに、まあ、落ちてって、はい、まあ、横にはブクブク太ってるんですけどなんかそれが飛距離に生きないというか、やっぱり筋力も落ちてるのかなっていうこともあるかなと。はい、そんな飛距離なんですけれども、うん、まあ、井戸木プロもね、まだまだ伸ばしていくよっていうことなので、はい、はい、特にやっている練習法がやっぱり素振り、重いクラブで素振りしたりとか、うんうん、軽いクラブで速くスピードを出して振るとか、はい、ただジムでね、こう、うんうんうん、なんかいろいろある、あ、うん、はい、ああいうなのは飛距離に僕はつながる感じはしないんですよね。それ逆にみんな嬉しいと思います、うん、はい、直接ゴルフのスイングに関係ないですから。あ、そうなんですか。はい、直接ゴルフのスイングに関係あることをやっていけば、はい、うん、それが素振りってことですか？そうですね。あと、まあまあ足腰は強くなかったらこう上半身のこのスピードについていけないんで、うん、まあスクワットぐらいはやりますけど、うんうん、はい、うん、あ、やっぱ大事なとこは違うとこ、はい、ということで、はい、で今回井戸木プロにお会いできるということで、うん、はい、やっぱり年齢と飛距離のところは絶対聞きたいなと思ってきたら、うん、たまたま、はいはい、あるいいものがちょうど開発されているということで、はい、もうそれを直接使ってやっていこうかなと思っております、はい、じゃーん、こちらです。持ってきた、はい、持ってきた、パワードッキースイング、ドッキー入ってますね。そうですね、はい、2年前、はい、もう3年目になりますけども、うんうん、僕ちょっとオフにね、はい、素振りしてて、古い重いクラブで素振りしてたんですけども、はい、もうむっちゃ汚れて汚かったんで僕がちょっとこう考えて、いろいろ考えて、はい、ワールドさんと相談させてもらってね、はい、作ったクラブなんですけど、名前がね、まあ、そうですね、はい、パワードッキースイング、パワーを、パワーね、はい、つけていくという気持ちでね、はい、僕は作らせてもらってます。結構普通の可愛いアイアン、7番アイアンなんですけど、はい、重さがこれ800と600と500なんですね、うんうん、だからこれまあ人それぞれね、パワーもともとある人とか全然ない人とかいるので、はい、ね、レギュラー、シニア、レディース、うん、ね、そのまあ一応3本重さを変えて、はい、作っていただいたんですけど、はい、うん、これなんかスイングを作るためにも役立つポイントもさっきそうですね、この黄色がね、はい、いただいたんですけれども、はい、まずはやっぱり飛距離ということで、はい、皆さんのヘッドスピードだったり飛距離につながるような、うん、使い方を教えていただいていいですか？そうですね、はい、わ、はい、かりました、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではプロが持っているのが、はい、800g の一番重いタイプですね、はい、もうこれ実際に普段どういう風に使っているのかっていうのもそのまま教えてください。まあ年いくと体が硬いので、はい、ゆっくり大きく、ゆっくり大きく、早く振るとちょっと痛めたりする可能性があるんでね、はい、うん、最初はゆっくり大きくこの黄色いポイントをね、はい、意識して、僕はもう意識しなくてもできてるんですけどゆっくり、うん、もうポイントポイントを決めながらね、はい、あ、ゆっくり、本当にゆっくり、ゆっくり、うん、ゆっくりの方がね、多分体しんどいと思います。トレーニング、ジムでもトレーニングでもやっぱりゆっくりやった方が効くと思うんで、あ、はい、うん、勢いつけてしまうとその重さ感じないし筋力もつかない、うん、だからゆっくりの方がチェックしながらね、ゆっくりの方が一つ一つトップの位置、ダウンスイングのイメージ、インパクトのイメージ、フォロースルーのイメージ、フィニッシュのイメージ、はい、うん、これを10回ぐらい、10回きついですね、うん、黄色いラインが常に外れないように、そうですね、うん、体の真ん中に黄色いライン、
こうすね、このぐらいゆっくりすることによってストレッチにもなるんでね、はい、まあまあ、あの慣れてきたらちょっと軽くゆっくりでいいですから、軽くこうね振っていけばいいと思います。ちょっとでもやっぱりゆっくりすると息切れというか、うん、筋肉使ってる感じしますね。そうですね、伸びるし、はい、使えるし、それをまあ10回なり20回ぐらいやって、はい、こういうやつで、はい、あのスピードをつける、はい、あ、うん、重さの次はスピードで、こういう風にね、すごい真逆の感じですね。そう、これを10回、はい、もう2回でフーフー言ってますけどこれまあ僕はあのいつもあの夜前寝る前に前とか、はい、練習場打つ前とかね、はい、うん、やっていってこう体をスピードつける、自分のやりたいだけでいいですから、はい、うん、あのもうちょっとやろうと思えばもうちょっとやったらいいと思うし、はい、今日はもうしんどいしやめとこうと思うならやめてもいいし、はい、でも続けていくことによってこうスピードは上がってくるからね、はい、やらないことにはこのスイングの、うん、スピードプラススイングのパワーがやっぱりこう落ちてくるので、はい、落とさないためにも伸ばしたいためにも使っていく価値はあると思いますね。はい、重いとその次軽いが大事。はい、大事ですね。重いのままじゃスピード出ないんで。あ、重いのままだとスピードが出ないんです。出ないです。力はついてもスピードが出ないです。うん、これゆっくりであればボール打ってもいいものなんですか。打ってもいいクラブですよ。僕は打ったことありますか。打ったことはないですけど。あ、そうなんですね。はい、怪我が怖いんで僕の場合は。腱鞘炎とか怪我が多いんでね。僕の場合は打ったことはないんですけど打てるようには作っています。でもよくある素振り棒ってこのヘッドがついてないじゃないですか、はい、だから私結構棒を振ってるだけになっちゃうんですよ。ああ、あのスイングと結びついてこないというか、ただ棒を振ってるだけで、うん、アイアン持ったらなんかちょっと違うなっていう感じに。あ、イメージがね、はい、あの実際のイメージで素振りできますからね、うんうん、このフェースの向きとかも、あ、はい、開いてるなとかっていうのが分かるの で, そ, うです、ね、はい、それをチェックするのにすごくいいです、はい。そう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 、それで3回ぐらいちょっとさっと、はい、あ、うん、さらっと強くじゃなくてさらっとね、はい、うん、やっぱり案外きついでしょ。きついです。これ500ですけど、はい、500でも案外きついでしょ。きつい。で、あとこれで今度スピードをつける、はい、これ10回連続ブッブッと振ってください。僕2回でやめましたけど一人だとね、夫婦言ってもね、恥ずかしくないんでね。おおおお、すごいやん。おお、おお、それを何セットかね、はい、できるように。いや、これ絶対飛距離伸びますね。伸びると思いますよ。直接ゴルフに関係する筋肉全部使いますから、はい、うん、本当に筋トレとダッシュ、そうですね、どっちもやった感じなので、これ絶対本当に飛距離伸びそうな、うんうん、じゃあ実際にウムゴルフ君がパワードッキーで打ってみたいと思います、はい、800g 一番重いやつで、本当見た目はね、何も知らなかったら、そうね、普通のアイアン。あ、しゃくしゃった。僕も手が出ちゃいます。あ、でもミスがもろに出るってことですか。ごまかし効かないからね。うん、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 体全体の、そうですね、あのリズムが合ってこないと打てないと思う。打つと余計わかるというか、ね、やっぱりフォローサイドが結構大事かなっていう、あとはインパクトのこういう作りとフォローが大事っぽい、うん、あの勝手に良くなってきますね、なんか球がだんだん、うん、おー、今のはいい。ナイスショー。今のはいい。別にこんぐらい飛ぶんですね、普通に打てると。うん、なんかいい音で、めちゃめちゃ疲れますカエデちゃんちょっとやってみます、はい、ゆっくり大きくね、はい、おお、うん、
今ずっと私この黄色い棒を見てて意識したの、はい、こうやって外れないように意識しました。椅子がだからさっきあの普段のミスより大きく出る大きく出る、これすごい打てるのいいですね。はいはいはい、勝手に上手くなっていく、勝手に上手くなっていく、よくなってました。今のは素晴らしい、よかった、ありがとうございます、うん、はい、ということで私たちも実際に打っても、はいはい、すごく良くなったパワードッキースイングなんですけれども、でも、ね、800はまあまあ重かったです、うん、ああこれね、うんうん、青年男子レギュラーね、まだまだ飛ばすよっていう人もそうですし、ね、はい、まあ、本当スイングチェックにもなりましたので、うん、まあ、一番大事なところもあるし、うん、まあ、あと本当にね今言ったようにパワーつけていかないといけない、うん、はい、私も本当に普段なんとなく練習する時間っていうのをなんかこれを打つ時間に変えてあげるだけで本当スイングが変わっていくような感じがしたので、うんうんうん、これは本当に一回打ってみたいっていう人が多いと思うので、打ってもいいと思います、はい、はい、思っていたよりかなりお手頃な値段だなと思ったので、ぜひ皆さん概要欄の方からチェックしてみてください、はい、ドッキーパワースイング最高、ありがとうございます。パワードッキースイングです、あ、やばいなんて言ってた、ドッキーパワースイング最後までレッスンを見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。概要欄とコメント欄にあるリンクからワールド株式会社のサイトに飛んでいただけますと、パワードッキースイングがなんと 5% オフで手に入ります。大切なのはウームゴルフというクーポンコードを入れてください。ぜひ皆さんもパワードッキースイングでナイススイングを身につけましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。